ノースポートはアメリカ合衆国フロリダ州サラソータ郡南部にある都市である。2010年国勢調査では人口57,357人だった。ノースポートブレーデントンサラソータ大都市圏に属している。もともとジェネラルデベロップメントコーポレーションによるポートシャーロット開発の北部、すなわちサラソータ郡に入る部分として開発された。 ジェネラル・デベロップメント・コーポレーションはノース・ポート・シャーロットと名付けており、1959年にフロリダ州議会の特別法により、その名前で法人化された。しかし1974年に行われた住民投票で、住民は単にノース・ポートと改名することを承認し、ポート・シャーロットとの違いを明白にした。ノース・ポートは、 北緯27度03分58秒整形82度10分19秒、北緯27.066004度整形82.172024度、27.066004-82.172024に位置している。ノースポートは急速に成長している自治体であり、広範な道路網に沿って大規模な住宅地区に分割されている。 近くに著名な温泉があり、重要な住宅地でもあったウォームミネラルスプリングスと呼ばれた地域などを併合してきた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は75.5平方マイルであり、このうち陸地74.8平方マイル、水域は0.8平方マイルで、水域率は1.02%である市内にはリトルソルトスプリングがある。 以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。ウォームミネラルスプリングス2011年2月12日時点で、ノースポートには小学校5校、公立チャータースクール1校、中学校2校、高校1校、カレッジ教育施設1校がある。下は、そのリストである、アズオブフェブラリー12、2011。ありがとうございます。